今日のガヤガヤは荒松商店街に来ています。カオソイ食堂、なんかスパイスの香りがする。なんかちょっと食欲がそそられるというか刺激される感じですね。あ、それも狙いですね。あ、なるほど。カオソイって何ですか？タイのカレーラーメンみたいな感じですね。ガヤガヤ、辛そうですね、見た目。辛そうに見えるんですけど、はい、辛さ抑えてあります。あ、そうなんですか。はい、なんていうんですかね、ガツンとくるのかなと思ったんですけど。そうですよね、すごくマイルドだと思います。これはですね、ライム果汁、いわゆる味変ってやつですか？そうですね。これ全部入れちゃっていいですか？全部入れます。ああ、確かに変わりますね。そうですね、フレッシュな酸味が追加されたというか。そうですね、こちらの方の揚げ唐辛子でまた辛さを加えることによって味変するんです。めちゃめちゃ味変したがるんですねなんでタイ料理屋やろうと思ったんですか？タイ料理食べれなかったんですよね。え、食べれなかったんですか？そうなんですね、食べられるのはこのカオソイ、自分の食べられるタイ料理だとやっぱり日本人の方も食べやすいと思って、日本人が食べられるタイ料理をやろうと思って始めたんです。もともとそんなにタイ料理好きじゃなかったの？そうですね